とにかくこの浅井地区のこの大自然をそれこそ つなげてほしいと、先祖が一生懸命松林とここを守ってくれて今があると、あの浅井地区の思いなんですね、はい。自然に触れ合えるっていうのがすごくいいなと思います。あの 砂の感触とか、あの海の綺麗さっていうのに触れ合えてすごく楽しそうだなと思います。潮が引いたら満ちてくるんですよね。ただ少しずつ自分が作ったあの砂像っていうか砂の像が浸食されるんです。これが自然じゃなっていうのがね、それを体感するっていうか実感するっていうか、ああこれが自然なんだと。